その男はすでに近距離まで接近していた。うちの売人にひどいことするな。ほう。次の瞬間、奴の茶化が火を吹く。狙撃。この戦争も終わると思うと寂しいね。そして奴は親父を弾くべく銃を向ける。親父が力を振り絞り横飛び。狙撃。それに唯一気づいたのは、なんや、やはり渋谷。狙撃。愛せるね。京極組は下の子も根性ある。だけどさ。うるせえよお前。狙撃。次の瞬間、辰本の兄貴が狙撃。狙撃。狙撃。見えてる。